メールにもちょっと書いたんだけど、今日なんかあのそうあのね、今日なんか我が家体調不良の人間が多くて今日ね体調不良の人間が多くて、そうなんか妹も私もなんか頭痛くなっちゃって、そうなの、だから今日さっきまでちょっと配信するつもりなかったんだけどそうなんか私はどうなんだろう、私は別に最初は頭痛くなかったんだけど、妹につられたのかなんか頭痛くなっちゃって、そうでもねなんか全然大丈夫だった、あ大丈夫、そうなんだから、なんかでも私はもう大丈夫、妹は分かんないけど、そうなの、だからちょっと今日配信するかめっちゃ迷って、でも12月もう3回ぐらい配信やってないんだよね、まあ、まだいい方かもしんないけど、なんか2日連続配信やらない日があったり、なんかこの前も公演終わり配信できなかったりしたから、なんか私なんか明日の予定的に朝配信すれば全然できるんですけど、なんか夜明日リハがあるから、リハ終わり配信する気になれるかって思ったら自分に自信持てなくて明日リハ終わり配信すると思う？私と思って、なんかそうなった時になんか今日配信しなかったらまた2日間配信しないなって思って、そうだからすごい迷ってたの、なんか気持ち的には違う違う、あのなんか気持ち的には配信やった方がいいな、多分明日やりたい、やる気にならないと思うしみたいな、なんかリハ終わりって例えばそのリハのためにメイクとかしてってもリハで崩れるじゃないですか、なんかリハもマスクしたままリハするのでメイク崩れるし、なんか髪の毛とかもボサボサになっちゃうから、なんかそうリハ終わり多分全然する元気はあるんですけど、なんかそのちょっと直すの面倒いってなりそうだなって自分で思ってたんですよまあそう言いながら明日配信やりそうな気はするけど分かんない、そうだから明日配信するかどうかちょっと自分の気持ち的にどうかなって、そうそう漏れてるかどうかの話、まあ毎日漏れてるかって言われたらそうじゃないですけどコンディションの問題、なんかボサボサになった髪、あとリハがどれぐらいのリハかわかんないけど、なんかがっつり汗かいたらなんかそのままであんま痛くないなみたいなとか言いつつ、公演終わりとか普通に配信してるから全然多分本当に気持ちの問題本当気持ちの問題なんですけど、そうだから明日 やるかなみたいな、だから今日はなんか体調的にどうしようかなって思ってたんですけど、明日の自分次第になっちゃうから、なんかそうなったらとりあえずもうちょっと考えてみようって思って考えて、でも別にもう頭痛くないし、そうだからやった、だからさっき今メール送ったんですけど、そのメールにはあの今日はメイクしなかったって書いたんだけど、結局なんか配信やるって宣言したら全然配信、なんかね着替えてはいたんですよ、ですごい迷ったの、あの本当に配信するかしないか迷ってたから、なんかママにお風呂入ればって言われたんだけど、うんでもお風呂ちょっとまだ配信するかどうか迷ってるからお風呂入らないでおくみたいな感じだったんですよ。でもだんだんなんかそれでその時にお風呂入らなかったんです結局。でそうなった時になんかあのなんだっけ、こうだんだんもしこのまま配信をやらないってなったら、えあの時お風呂入ればよかったってなるくないって私は結局何のためにこの時間を過ごしてたんだろうってなるじゃんって思って、よしもうなんかもう勝手に自分で追い込みました、配信しようみたいな、違うしたい気持ちはあったの、したい気持ちはあったんだけど、なんかそこの乗り気になるまでちょっと時間かかっちゃった
でもするとなったらちゃんとメイクしたし、そうっていうなんか今日ちょっと宣言遅かったなみたいな7午後に何時からやりますって予告入れる時間ちょっと遅かったなみたいなそうでも配信してよかったと思ってるまだ始めて5分しか経ってないけど5分しか経ってないけど、そうだから明日は分かんない、配信するか本当に。そうなんですよ。だけどまあそうだから配信するか分かんないって言っておこう今のうちにそう、あのね、なんでこうなったかっていうと2日間配信しなかった日あったんですよ、今月。なんか別に毎日アイドルしてるわけじゃないから休んでも全然いいんですけど、だから全然休んでるんですけど、そうなんだけど、なんかその2日間配信しなかった日があったんですよ、今月で。その時にあのその日はなんか1日なんかもう休むって決めたみたいな日だったんですよだから家からもう一歩も出なかったし、メイクもしなかったし、あその時結局出かけはしたかな、出かけはしたかもしれないけどメイクしなくて、そうで今日はもう何もしないみたいな日を作ってたんですよ。まあその分明日配信やろうって思ってたんですけど、その次の日なんか収録終わりで、それこそ21日のあのプレイリスト、21日放送のプレイリストの日、収録終わりでそのままドラでご飯に行ってて、そうてかなんかもう前日の話の流れ的に、あ絶対これ夜コースだなみたいな絶対これ配信しないよな明日もみたいな感じだったんだけど、なんかそれでも結局いや今日は何もしないって決めたみたいな感じだったからしなかったんですよ。したら案の定2日間配信できなくなっちゃって、まあそうだよね、ドラでご飯行ったらまあそうだよね普通に考えてそうでもそれでちょっと後悔したんですよ。いや昨日そしたら絶対配信できたよなみたいな、絶対今日こうなるって分かってたのに、だったら昨日配信すればよかったかもしれないみたいになったから、その次の日の自分に任せることにちょっと後悔したんですよねだからあのそうならないように、もう今日それで今月学んで、いやこれはもしかしたら明日の自分は配信しないという選択肢を取るかもしれないと思って、そうだからやりたい気持ちはあったそうというわけで今配信をしていますいや別に毎日配信してるわけじゃないからあれなんですけど、そうでも今月、まあ、先月なんだろう、割と頑張ってて、先月割と頑張ってたから、配信も結構やった気がするし、なんだろうな、インスタも結構更新率高かったし、あちょっとだからあの LINE のねタイムラインはちょっとサボってしまいましたけど、月1投稿になっちゃってちょっとサボり気味でしたけど、そうでもメールも先月は割と頑張ってたかなって思うし、そうメールとインスタとショールームは先月割と頑張ってたなって思ったので、そうなんです。だから今月もね頑張ろうと。今月すごいんですよ、自分ですごいんですよっていうのはおかしいんですけどそう今日タイムライン更新しました、10日ぶりぐらいの投稿、いいペースそうなんですよ、いいペースでちゃんと投稿しました。そうしかも自分で頑張ってるっていうのおかしいんですけど、インスタ今月は毎日投稿している気がします。あれそんなこともない、自分で言って恥ずかしくなったからちょっと調べよう。昨日投稿したでしょ、2日前、3日前、4日前、5日前、6日前、1週間前、1週間前、12月なの、あそっか、誕生日、あでも
でもでも、あ、ちょっと12月4日だけ投稿してないですね。12月4日だけ投稿してませんけれども、その分生誕の投稿はしたので頑張ってる。今日も更新しようと思ってまだできてない、後で投稿します。そうなんですよそう、今日インスタじゃないや、インスタは後で投稿するんですけど、あのそう LINE のタイムラインね、ちゃんと投稿したので見てくださいそう、ちょっと12月4日だけ投稿してなかった。生誕祭だったからね、その日忙しくてできなかったけど、その次の日ちゃんと生誕祭の投稿いっぱいした。余ってる超自分に甘いそう、今月頑張って毎日投稿してる。どこまで続くか分かんないけどちょっとね、ほらもう年納めなんで、今月で今月頑張っていかないとという気持ちです頑張ってるそう、ちょっといろいろ投稿頑張ってます。インスタね、頑張ってみてそうなんですよ。だからちょっとそうね、何の話をしてたんだっけあ、そうそうそう、ショールームもね、今月も頑張りましょうって。ちょっとだから、ま、今今月もうだってまだ半分しか経ってないじゃないですか。12月半分しか経ってないで、3日間、あれ お休みしてるぞと思って、もう毎日配信してるわけじゃないけど、なるべくちょっと自分に課題を課していこうかなとそれがあのストレスにならない程度に自分にちゃんと課題を課していこうかなって思っているところだったので、頑張って配信しようって思ってるなので、まあでも明日配信するか分かりませんけどそう、明日ね、そうなんですよ、明日リハがあるんですよね、昼と夜まで。だからちょっとどうしようかと思っているところなんですが、おー大変だ、年末は年納めだ年末は年納めだ、仕事納めか、仕事納めだ。そうなんですよ、リリース期間だしね。明日ね、そうリハ終わり、ちょっと朝配信する元気はない、朝配信の女と言われてた過去はてなの日は いつどこへやらもうちょっと朝配信できる、頑張れる気がしない朝、そうなんだよね、午後からだから午前中配信すればいい、頑張れる、頑張れやればいいと思うんだけどえ、なんかかえりちゃんが NGT の朝の女を守るってなんか宣言してたらしいから、なんかわかんないけどなんかツイッターで流れてきたなんかファンの方のツイッター、多分かえりがいいねしたのかな。そう、なんか明日からまた NGT の朝の女は私が守りますみたいなことに言ったみたいなツイート流れてきたから、もうお任せしよう守ってくれてたんかいらしいので、だからもうお任せします。ちょっとだってもう最近やばいんですよ、10時までに起きるっていう。あのそう、今日はまだ早い方だった、それでも8時半だった。やばい、最近しっかり寝てるから夜配信するのね、珍しいと思ってたのに、ほぼ毎日夜になってしまう。なんかでも夜の方が結局ちゃんと時間取れるから、なんか配信時間ね長めに取れるし、そうなんです、なんだかんだ夜の方が良かったり、その情報解禁夜だったりするので、そうなんです、すっかり夜になってしまいましたそう、でも、まあ、たまにね朝とかやった方がね、また新しい見てくださる方もいらっしゃるのかなと思うけど。え、そう最近さ、もうだからさ、755におはようって投稿するのやめたくなってきた自分が起きるの遅いってバレるから、ちょっとそろそろやめたくなってきちゃってるんだよねそう、
なんかあれちょっとは早いなみたいな日はだいたい二度寝してる。なんか7時早いって言ってもでも7時半とか、まあ、8時はまだその二度寝じゃないかな。8時の時はもう多分起きてると思うけど、なんか珍しく7時台におはようって送ってきたじゃんっていう日はだいたい二度寝して9時半ぐらいに起きてる。そうね、まだその時はでもあちょっと内緒だけど、内緒だけどあのこうあちゃんと起きてるんだなって思ってもらえるじゃないですか。でもあの一度も目が覚めずに9時半とかになってるとわやべこれはもうめっちゃ遅く起きてのバレるって思いながらいつも送ってる。そうなんですよ。まあでもそれも続けるって決めたので忘れない限りはやりますけど、遅くなったから投稿し忘れたでいいんじゃない。でもそしたらもうさここ最近毎日とかになっちゃう、毎日おはよう忘れてるみたいになっちゃうじゃないですか。そしたらもう嘘つけないそれは。サマーは嘘つけないんでいい感じに。でもあのいつだったかな、公演の日はさすがに寝るの遅かったんですけど、ここ最近は寝るの割と早くなって1時には寝てる。昨日も多分1時には寝たかもしれない。逆に心配になる、なんか1時前に寝たのに目が覚めるの9時半とかだったりするとちょっと焦る、さすがに。寝すぎじゃないみたいな。なんかまだもうたまにもう本当に最近夜更かしが癖になっちゃって4時ぐらいに寝る時があったんです。4時ぐらいに寝て、まあ、9時ぐらいに起きるんならまあわかるけど、最近ちょっとずつあの夜更かしが収まってきて、ね、1時前ぐらいにはベッドに入るようになったのに、その時間に起きるとさすがにちょっと焦りますね。まあ別に予定があるわけじゃないから寝てるんですけど。なんですけど、それで朝配信とかあればちゃんとやるんですけどね。もう完全に朝配信やる気ない人だと思ったでしょ。やろうと思えばできる、起きれるんだけど、なんか逆に寝ちゃう。でもやっとなんか正常な人間になってきたと思う、逆に。今までさ予定もないのに逆によくそんな朝早くに起きてたなって感心しちゃうぐらい多分人間じゃなかった。もう朝配信ないと思うけど、わかんない、気が向いた頃にまたやると思う。そう、なんかもう夜に配信できないって分かってるスケジュールだったら朝やるかもしれない。そうってなると明日はってなるんですけど、明日はちょっとまだ分からないみたいな。明日はちょっと分かんないですね。朝ねどうしようかなと思っていて、まあ気が向いたらこれは多分やらない。これは多分やらないと思うけど。メール来たよ。お、何分経った？20分ぐらいかな。でもそんな、そうだよ、20分ぐらいで届いた。早い。今日はでもそんな感じの過ごし方をしてたので、メール。でもほらもう元気です。ご覧の通り。超元気。超元気です。そう、でもそれで今日本当にあのほぼずっとゴロゴロしてたから家からも出てないし、なんか久しぶりにすごいあの暇人の極みみたいな生活してて、なんかいつもはそのお家にずっといる時とかでも割となんかその家の中でダンスの練習してたりとか、あとなんだろう、こう、まあ、メール書いたりとかしてたんですけど、
あの今日はご覧の通りメールたった今送ったその1通しかまだ書いてなくて、インスタも今日この後更新しようと思ってるのに文章も何も考えてないし、なんか今日やったことといえば服を、あの手洗いしなくちゃいけない服を洗ったこととフォトログを更新したことぐらいしか自分がなんかやったって言えるようなことなくて本当だからずっとなんか YouTube 見たりとか、 なんかインスタのあの虫眼鏡のマークのとこ、あそこって本当に暇な時しか見ないじゃないですか。もう暇を極めた時しか見ないじゃないですか、あの虫眼鏡のところってなんかおすすめ投稿みたいなやつ、もうあれを一生スクロールして見てたりとか、なんか普段 TikTok 全然開かないのになんか1時間ぐらい TikTok 見てたりとかして、すごい暇人の極みみたいな生活すっごい久しぶりにしてたんですよそう YouTube も別に開いてないことはないんだけど、あのなんだろうな、 YouTube 最近だとそれこそ MV ばっかり見てたから、まあ、昨日はねポンコツも見てたし、あと AKB さんにもリクアワ、カップリングリクアワであの MV フルで公開してたりとかするから、なんかずっともうそういう YouTube しか見てなくて、あとはなんかその他のアイドルさんのこうダンス動画とかダンスプラクティスみたいなやつとかを見てたので、そう、あそうだそうだ、あのさ21日にさあのプレイリストっていう番組にあのポンコツな君が好きだをテレビ初披露させていただくんですけど、その、 あのプレイリストっていう番組にあのラストアイドルさんもね出演されてるんですよ。で収録日が同じ日で隣の楽屋だったんです、ラストアイドルさんが。で私今までそのラストアイドルさんあの番組でずっとやってたじゃないですか、もう何年前、私が加入する前からラストアイドル一番最初やってたからもう多分5年ぐらい前だと思うんですけど、え、そうバンドワゴンの時代、それこそバンドワゴンの時代は見てたの、番組見てたんだけど、それ以降全然追ってなくって、だからたまにインスタでなんかそのラストアイドルさんの方の投稿がちょっと流れてくるぐらいで、なんか全然知らなくって、曲とかもほんとなんか初期の曲しか知らない、なんかシューロケ、シュグリムロケッツとか本当に初期のしか知らなくって全然わかんなかったんですよ。そうで、でもあのそのプレイリストの収録の時に隣で、そうであのご挨拶に来てくださって、楽屋のご挨拶に、でその時に楽屋のご挨拶に来てくださった方は私が知ってる方だった、多分その初期からいらっしゃる方だったりとか、あとインスタの投稿で見たことある方だったりとか、その正直そのラストアイドルの方メンバー全員を知ってるかって言ったら知らなかったんですけど、あのその楽屋ご挨拶に来てくださったのが何人、5人ぐらい来てくださったんですけど、4、5人ぐらい来てくださって、そうでその来てくださった方は私でも知ってる方だったの。そう、それでその時になんか初めて見てもう足が激細だったの、なんかもう、わこれがアイドルなのかって思って、そうなんかいつもアイドルの空間にいるけど、いるしこう今までも48グループとして例えばこうコンサートとかでね、あの他の48グループのメンバーにこうお会いしたりすることはあったんですけど、なんかこうすごい、その時もこう他のグループの他の48グループのメンバーに会った時もこう、わテレビの向こうの方だってすれ違ったり思うんだけど、本当にそのラストアイドルさんに初めてお会いした時にめちゃめちゃ足が細くって、もうびっくりしたんですよ、本当に細かった。でなんかあのよく多分ファンの方もそうだと思うんですけど、こう今までそんなに興味なかったけど例えば劇場に行ってみたらちょっと好きになったとか、こう劇場じゃなくてもなんかイベントやっててたまたまこうそれを見たらちょっと気になったとかあるじゃないですか、絶対そういうのって何かのきっかけでちょっと例えば見かけたとか、あのそういうアイドルの姿見たとかで、それでちょっと気になりだすってあるじゃないですか、まさにそれで
私全然ラストアイドルさん、その本当の本当に初期5年前ぐらいから記憶止まってて全然分かんなかったんですけど、もうそれ以来その時会ってから、でちかながねめっちゃラストアイドルさん好きで、あとなんか多分ラストアイドルさんの中にこうお友達みたいな、なんかよくツイッター上で会話してるショールームなんか仲間みたいな、わかりますか？見たことあると思うんだけど、多分リップ返してたりとかするの、なんかほんとそれぐらい、なんかそこしか知らない、なんかそういうところでしか知らなくって、なんか自分からその情報を入れようみたいな感じではなかったんですよ。もうほんと私48グループしか知らないみたいな人間だから、なんか他のアイドルさんまで全然手回ってなくて、そう全然知らなかったんですけど、まあ、その時に初めてラストアイドルさんにお会いして、でそれとあとチカナが ものすごい興奮しちゃってものすごい興奮して、でラストアイドルの魅力をすごい熱弁してきてくれたんですよ。全然私わからないんだけど、すごい熱弁してきてくれて、もうめっちゃ振りが揃ってて、なんかで私が足細かったよねーってこと言ったんですよ。そしたらそうめっちゃ足細い、でもなんかちゃんと筋肉、なんかこう食べてないから細いみたいな細さじゃなくて、もうほんとちゃんと筋肉がついてめっちゃ引き締まった足で、ダンスもめっちゃ揃ってて、すごい熱弁してきてくれたんですよ。でなんかそう、それでよりこうなんだろう、興味が湧いて、完全にあのファンの方同士のなんかこうファンに取り込まれる時の状況と多分全く同じなんですけどそう、そっからめっちゃ気になって、そうでなんかそのもうね、とにかく足の細さに私はびっくりしたんですよ。だからでも絶対もうさ、生で見てる以上それがさ実物じゃないですか。例えばあのインスタとかで見かけてめっちゃ足細いなって思ったとしても、正直それって本当にその足の細さかって分かんないじゃないですか。加工してるかもしれないし。だけどあの一番最初が実物だったからもうそれ以上のことはないじゃないですか。だけどもう本当にあまりにも足が細すぎて、本当にこれは事実なのかって思って、もうそれ以上のことはないのにもう信じられないぐらい足が細くって、なんかそれ以来なんかもうあの足の細さが衝撃で、その時にお会いした方のインスタとかツイッターとかめっちゃとにかく見漁って、もうなんなら画像の方があんま信用ないじゃないですか。正直実物であってあの細さなんだからさなんだけどめっちゃもうツイッターとかインスタとか見て、で足、とにかく足の画像足が出てる画像を探して見ててでわやっぱり細いと思っていややっぱり細い、しかも画像だったら、いやもう実物を見てしまったから、もう画像なんて当たり前に細いじゃないですか。加工しててもしてなくても、だからしてなくてあの細さなんだからと思ってそしたらなんかそのそれで SNS をまず見るじゃないですか。インスタとかツイッターとか見て、その後チカナがすごいとにかくダンスが揃ってるラストアイドルはって言ってくれたから、 YouTube でラストアイドルさんの動画を見て、ダンス動画見て、で振り付けがクリエイトボーイさんだったんですよ。多分最新曲があのクリエイトボーイさんの振り付けで、私たちもあのポンコツな君が好きだはクリエイトボーイさんの振り付けだから、あクリエイトボーイさんなんだと思って見て、あでも分かるって思ったりとか、なんかこう同じアイドルだからこそなんかすごい共感できる部分っていうか、すごいって分かる部分あるじゃないですか。多分普通に見てる分にはあ可愛いなとか、それこそ振りが揃ってるなとか、なんかダンス上手だなってあるかもしれないけど、なんか同じアイドルをしてるからこそ、わなんでこの振りできるんだろうとか、なんかこの立ち位置移動やばいなとかなんかそのなんていうの、ファンとして多分ラストアイドルさんを知ってみた時よりも、なんか今こう同業者として見てより凄さが分かるというか、そうそれで
そう、そっからめっちゃラストアイドルさんの動画とか見てた。見てたって言ってもまだダンス動画しか見てなくて、多分密着とかめっちゃ動画ね載ってたから、それとか見たら、私ドキュメンタリーとか好きな人なので、多分それとか見たらもっとハマるんだろうなって思ったけど、ちょっとまだそこまで見れてなくて。そう、でもそっからそうラストアイドルさんもちょっと最近気になってるんですよ。まだ全然そのメンバー全員の名前とかまでは知ってないんですけど、そう、でもなんかそれで分かった、あ、そういう何かきっかけ一つで人って好きになるんだなって思ったの。そうやってでもその自分にも置き換えることができて、本当にきっかけ、そう、ちょろいのよ、そうなの。でも結局人間ってそうなんじゃないかなって思って、なんかこれは私だけの問題ではなくて、そういう風に何かきっかけを持ってないから NGT を好きになってないだけで、何かきっかけがあればすぐ NGT のことを好きになってくれる人なんてこの世の中にもっといるんじゃないかって思ったら、すごいなんか勉強になりました。だからそう、逆にそうなるためにはどうやってその NGT を知ってもらうきっかけを作るかっていう、なんか新しい課題ができました。もちろんそのラストアイドルさん可愛いなって、そっから多分私だんだんこっちにそれていくと思う、そのファンとしてこれからあるかなって思ったんだけど、それ以上にやっぱその自分がアイドルとしての感情もやっぱもちろんあるから、そう、そういう部分では多分こう何かこれからもっと NGT を好きになっても、でそれこそラストアイドルさんは、そう、私は5年前ぐらいの記憶で止まってるんですよ。だからきっと NGT ももうあの6周年になるし、それこそいろんなことがあって NGT からちょっと距離を置いた、離れちゃったファンの方って絶対いると思うんですけど、きっと逆になんかそういう方こそこう一旦好きになったことがあるから、もっと何かきっかけがあれば戻ってきてくれるかもしれないし、もっと好きになってくれるかもしれないし、こう本当、まあ、そういう方じゃなくてもこれから NGT のことを好きになってくれる人ってもっといるんだろうなって思って、なんか私自身は NGT を一番最初から好きだけど、なんかこう NGT がもうできてこう6周年になる、その6年間を知らないから好きになれないとかじゃなくって、なんかいつからでも好きになってもらえるんだなっていうのを改めて自分がそう感じたから、そう、私はもう元から NGT のことが好きだったから、なんだろう、そういう風にはならなかったけど、逆にその他のグループで自分がそういう感情になったからこそ、そういう風に NGT に対して思ってくれる人はいっぱいいると思ってて、そう、だからなんかそういうねきっかけがあればいいなって思うかな。それこそなんだろう、あの26日にクラクラがねイベントに出ると思うんですけど、なんかああいうのは結構大きいんじゃないかなって。そのなんかアイドルフェスみたいなのって、まあ、今回もそのプレイリストっていう番組でたまたま楽屋が隣で、私はそういうきっかけがあったけど、多分そういうアイドルフェスみたいな、なんか他のアイドルさんが目的で見に来てくださってる方とか、もちろん劇場も大事なんだけど、なんかそういうやっぱ外に出ることってすごい大事だなって思ってて、そうだからすごいああいうクラクラがね26日に出るイベントとかはもう私は出ないんですけど、なんかああいうのって一つ一つのきっかけすごい大事だと思うし、で来週じゃなくて今週末コメフェスも出させていただくんですけど、コメフェス本当にいろんなアーティストさんが出演されるじゃないですか。その中でアイドルって言ったらこうなんかそんなに多くはないじゃない、本当アイドルに限らずいろんなアーティストさんが出演されるじゃないですか。あの26日のイベントはアイドルフェスだから、こうアイドルが好きな方々が集まるかもしれないけど、なんか逆にそういう方だったらこう一旦アイドルっていうものを知ってるからこそ、あ、こういうグループもいるんだ、こういうグループもいるんだって知ってもらえると思うから、それはそれで好きになってもらえるチャンスだし、逆にコメフェスはアイドルフェスではないからこそ本当にいろんな目的で来てくださる方がいらっしゃると思うんですよね。なんかそれこそこうせっかく長岡でやってるから行ってみようみたいな、特にその目的のアーティストさんがいるわけじゃないけど、こう有名なアーティストさんとかが来るし、なんかせっかく近くだから行ってみようみたいな気持ちで来る方も絶対いらっしゃると思うんですよね。
だからなんか逆にそういう方にアピールすることってすごくチャンスだなって思ってて、そういろんな方に見てもらえるチャンスってやっぱり大事で、なんだろう、講演とかなんか雑誌に載るとかってこう大事だけど、結構それってそこを目的に来てくださる方が多いじゃないですか。劇場はそれこそファンの方やっぱり結構初めてだとハードルが高い場所だから、劇場はやっぱり劇場は本当に今いてくださるファンの方を大事にする場所、なんかもう結構そういう認識の方がいいのかなって、なんか劇場で新しく好きになってもらおうっていう考えは割とないかもしれない。なんかそれよりも普段から自分のことを応援してくださってる方にこう感謝の場を直接伝える場だったりとか、こうもう NGT のことすでに好きだけど自分のことはまだ知らなそうだから、なんかそういう方に対してアピールするとか、なんかそういう場所なのかなって思ってて、なんか新しく好きになってもらうための場所っていうよりかは、なんか今好きでいてくださる方へのなんか日頃の感謝を伝える場所かなっていう気はしてて、そうだからなんか逆にそういう外の場所、雑誌も結構そうじゃないですか、なんかあ何々ちゃんが出てるから買おうみたいな、なんかそれでまた別の方が目的で買った方があこういう可愛い子もいるんだなってあるかもしれないけど、そうだから結構それよりも外への発信の方が大事なのかなって思っていて、そうそうなんだ。だからなんかそういうイベント系に対する気持ちの持ち方みたいなのが若干変わるかなみたいな。今までもちろんそういう意識で持ってたけど、よりなんかそういう気持ちで臨めるかなって思ったので、なんか今週末のコメフェスはやっぱすごい楽しみだし、何かそういう得られるものがあったらいいなって、それこそいろんなアーティストさんとご一緒するからこそなんかなんだ出演者として得られるものもあるだろうし、逆にこう見に来てくださってる方が自分たちにまだ知らなかったとしても、そうやって何かきっかけを与えられる大事な場所だと思うので、なんかそういうことができたらいいんじゃないかなってすごい思います。そう興味持てばね、そう劇場まで来てくれる。やっぱ劇場ってめっちゃハードル高いですよね、初めての方って。なんか顔認証とか分かんないし、なんか本当に遊園地みたいにさ気軽にその日にそのまま入れるみたいなんだったらいいんだけどさ、やっぱ抽選とかがあるからなかなかね劇場だとハードルが高いと思うんですけど、そうっていうことがあったんです。なのであの全然プレイリストさんの中でご一緒してるわけではないんですけど、あの同じ日に放送されるのでちょっとあの見てみてください。そうだから私今ラストアイドルさん絶賛勉強中です。ただでも YouTube 見てるだけまだ。そうなんです。っていうことがからなんか最近 YouTube はそういうアイドル動画しか見てない。 MV とかすんごい話それちゃった。そうそうそう私 YouTube で今何見てるかの話してたのにすごい壮大な話してたわそうだから AKB さんのそのカップリング曲の MV 見たりとか、ラストアイドルさんとか、あと HKT さんのねあのアルバム曲のダンスバージョンとか出てたじゃないですか、なんかああいうのとか見てたから、そうなんです。足を気にしてしまいそう。でも本当に足遅かったんだって、みんなびっくりするよ。だってさ普段からさ NCT にしてさ足の細い子ばっかじゃないですか。見慣れてると思ってたのに、なんかそれを超える足の細さでびっくりしちゃった。もう普段から見慣れてたはずなのに衝撃、それぐらい衝撃的だったそうびっくりしました。そうそれでなんか YouTubeなんかそういうのばっかり見てたから、そうでもなんか今日は本当に暇を極めた人間みたいな生活をしててもう特になこういう動画が見たいと思って見てたわけではなく、なんかおすすめに流れてきた動画とかを永遠に見てたんですけど、そうでもやっぱり行き着くのはそういう動画だった
逆になんか毎日そういう動画ばっかり見てるからこそおすすめされんのも結局そういう動画なんですよね。なんか一時期すごい咀嚼音にハマってたことがあって、なんかすごいあのチャンネル登録とかも結構その食べ物の動画とかが多くて、なんかでも最近全然そういう動画見てなかったんだけど、なんかすっごい久しぶりにおすすめにそういうの流れてきたから見てたりとか、そう、あとなんかすごい服欲しいなって思ってて、なんかでもね服欲しいなはあるんだけど欲しい服が具体的にはなくて全然見つからなかったから、なんか YouTube でそういうなんか購入品紹介とか、なんかいくら分買ってみたみたいな服の動画とか、なんかだから普段全然見たことないような YouTuber さん、なんか女性の YouTuber さんの動画とか見てた見てたん、そう、そういう動画も見てたんだから結局なんだけど、見てたんだけど結局行き着いたのはゆきりんさんの YouTube だった。一番最後に見たのは多分ゆきりんさんの YouTube だった。そう、いろんなの見てたけど、そうゆきりんさんの動画もだから最近全然見れてなかったのね。そう、まこさんの動画も全然見れてなかったんだけど、そうゆきりんさんの動画に結局行き着いて、そう、でもそのゆきりんさんの動画でなんか3週間前にアップされたやつだったんだけど、そのオーディションのね動画みたいなのがあって、そう、ちょっと待って、一旦めっちゃ LINE 来てる、あとね、そう、なんか3週間前ぐらいにそのオーディションのなんか なんていうやつだったっけみたいなのがあったんだよね。アイドルオーディション必勝法みたいなやつで、ほんとゆきりんさんの動画もうめっちゃ久しぶりに見て、それ見たのがそれだったんですけど、なんかさ今日からちょうど AKB さんのオーディションが始まったじゃないですか、始まったんですよ17期生オーディションで、今週先週までいかないと思うんだけど月曜日ぐらいかな、月曜日ぐらいから HKT さんの5期6期かHKT さんの6期生オーディションが始まって、あとなんか今 YouTube じゃないやショールームさ今日から STU さんのなんかショールーム審査みたいな始まりましたよね。全然見てないけどすごいあの配信中みたいなすごい流れてきたから、それから今もうオーディション真っ只中じゃないですか、どのグループも。ちょっとうちのグループはまだやってませんけど、なんかそれでなんかそういうのもあって、もう自分はこっちにいる身だからなんか受けることはないけど、その動画をなんか欲してる人は絶対いるんだろうなって思って、そう、今そうやってオーディションがいろんなところでやってるからこそそういう動画、なんかどうやったらオーディションに受かるかみたいな、なんかコツみたいなのを教えてほしいって思ってる人は絶対たくさんいらっしゃるじゃないですか。でなんかそうだから私は別にもう受けることはないけど、なんか逆にその現役メンバーとしてなんかどう逆に知りたいと思うんでもう逆、まあ、自分はもうここにいるけどどうして自分今ここにいるんだろうな、あの時どうして受かったんだろうみたいな気持ちではあるから、なんかその動画見たんですよ。そう、え、でもすごいなんかあ確かにって思う部分と、あそんなところまで考えてる、絶対オーディション受ける人ならなんか見た方がいい動画だったことは間違いないですけど、そのかゆきりんさんがその動画であのね、なんて言ってたかな、まずそのメイクは薄い方がいいみたいなこと言ってて、そうで、なんかその今からもうしっかりメイクできてるとなんかその先の成長した姿がなんか想像しにくいみたいな、なんか逆にメイクあんまりちゃんとしてない方がこの子なんかアイドルの衣装着た時にとかメイクした時にどういう風になるかなって想像させられるからみたいなっていう風にその動画で言っていて、あなるほどなって、なんか私がそのオーディション受けた時はその
そういうことを狙ってメイクをしてなかったわけではなくて、単純にメイクしたことなかったからメイク しないで受けてたんだけど、そう。でも、あ、でも今って本当に小学生とかでもメイクできる時代じゃないですか。なんかもう YouTube とかでいくらでもメイク動画なんて載ってるし、小学生でも全然メイクできる時代だから、それこそそういうオーディション受けようとしてる子たちの年齢の子ってメイクできることが当たり前なんだろうなって思って、単純に私が受けた時はメイクしたことなかったからもう完全なすっぴんで受けてたんですけど、あ、それにはそういう意図があるんだな、それはなんか勝手にそういう風にしてただけで、私は。あ、でも確かに言われてみたらなるほどって思うし、そういうことなんだなって思って。であとなんか服装はそのメンバーが着てる服を参考にした方がいいって言っていて、なんかもうオーディションなんてスタイルが分かる服一本でしかないと思ってた。私は NCT の1期生オーディションを受けた時は全然まあ普通のワンピースだったけど、ドラさんのオーディション受けた時はショートパンツ、デニムのショートパンツになんか割とピチッとしたニットみたいな、でもこういうのだったかもしれないけど、なんかちょっとだけこの辺の体のラインが分かるぐらいのなんかこういう服着てたんですけど、そう。だからもう普通なんかオーディションの写真イコールスタイルがよく分かる服みたいな感じだったけど、そのゆきりんさんのその動画ではなんかこうメンバーが着てる服を参考にした方がいい、なんか自分が好きな服を着るのが一番だけど、なんか迷ったらメンバーが着てる服を選んだ方がいい、を参考にした方がいいみたいなことを言ってて、なんかそれはこうメンバーに紛れてそうだなみたいにこう思われる、そのメンバーになった時のイメージをしやすい、なんかそれが結構動画内で言ってたかな、まあ、それって結構大事なんだと思って、そう。でも確かになって、メンバーが着てるような服とかは結構確かに参考にするのはありだなって思ったし、うん、でもなんか私は、まあ、ドラの時に関しては足をちゃんと出そうって思ってたからショートパンツのうちにしたんだけど、たまとその書類審査に関してはその目立つっていうのがまずファーストインパクトってめっちゃ大事だなって思って、そう、なんかこの前ちかまとゆなともちょうどなんかそういう話をしてたんですけど、なんかドラさんのオーディション受けた時ってその紙で応募したかなんかネットで応募したかみたいな話をねちょうど3人でこの前ドラさん公演の時してて、そうで、ユナは確かネットでしたって言ってたんですけど、私は紙でしたのね。でなんかドラさんの時はもうネット応募が やってたのできて、でも一期生オーディションの時はまだやってなかったんだよね。なんか司書箱に送るみたいな、ほんと一期生オーディションの時はまだ書類しかなくて紙で書くタイプしかなくて、ドラの時はもうネットでも応募できたんだけど、私は紙でやったのね。なんかまあそこに差はないと思うけど、そこはなんかネットで受け付けてる以上、ネットで応募しても紙で応募してもそこは平等に審査されると思うけど、なんかなんだろう、個人的には紙の方がそう、まあ、字とかあと文章とかはなんかそっちの方が個人的に熱を込められるなって思って、なんか結局審査する側からしたらそこには差をつけないでもちろん審査すると思うけど、個人的に多分だ、正直ネットで応募した方がこうなんだろう、志望動機とかっていくらでも書けるじゃないですか、文字制限みたいになければ。逆に紙だとこう枠が決まってるから、むしろそっちの方が志望動機とかって書けなかったりするかもしれないんです、紙の方がね。だけどなんか個人的にはそっちの方がなんか出した気持ちになる本気になれるなと思って、なんかネットってこう簡単だからこそ割と軽い気持ちでも受けれるかなって思って、 それだったら個人的な気持ち的にはなんか紙で応募した方がいいなって思ったから、
紙で応募してて、で一期生オーディションの時はだからそこには多分差はない、だってユナはネットで応募して現に受かってるわけだし、紙で応募した私も受かってるわけだし、そこに対してなんかネットで応募したから落ちたとか紙で応募したから落ちたみたいなのはないと思うんですけど、あのあとは写真、そうなんか紙かネットかは私は個人的に紙の方がいいなって思ったから紙でやっただけで、あと結局はでも写真が大事なのかなって思ってて、なんかドラさんの時は普通にドラさんの時もなんか1期生オーディションの時もあのパパの友達にカメラマンの方がいて、その方に撮ってもらったんですけど、だから多分綺麗だった、もちろんそのオーディションの写真ってこうお家で撮ったりとかする方もいらっしゃるじゃないですか、だから多分そういう方に比べて格段にこう景色に助けられてた自分がどうとかみたいなよりも割と景色に助けられてた部分があって、外で撮ったんですよオーディションの写真を、景色に助けられてたかなと思ってて、でもそれもなんか結局印象付けることの一つなのかなって思って、で現にその一期生オーディションの時の話になるんですけど、あのその時は落ちてるの、私結局ドラさんで NGT で加入してるので一期生オーディションの時には落ちてるんですけど、ドラさんで加入した時にあの一期生の時の写真覚えてるよって言われたんですよスタッフさんに。でその一期生オーディションの時に送った写真はあの和石型公園の菜の花畑で写真を撮ったんですけど、そう、その菜の花がすごい印象に残ってたらしくって、そう私一期生オーディションの時は落ちてるのに一期生オーディションの時の写真覚えてるよって、菜の花がねすごい綺麗だったのが印象的だったのって言われて、私じゃなくても結局菜の花が助けてくれたことによって印象に残ってるってことじゃないですか。そうだからなんかそのお家とかでこうバストアップの写真と全身の写真と撮ってこう送る方の方が多分多いと思うんですけど、そなんだかんだでその写真の出来にものすごい助けられてると思ってて、多分そういう方がいる中でその外で撮ってたりとかすることによってこう一旦さこう一目置かれるというか、結局は審査してるものはこうその本人のなんかアイドル性だったりとか顔だったりとかを審査してるんだろうけど、それでもなんかただただ顔だけよりも一旦おってなるじゃないですか、そういう似てる写真が続く中 でそれは結構大きかったのかなって、そのちゃんと撮ってもらったから、でもそのちゃんと撮ってもらったもあのなんだろ こう写真館とかに行った写真とかじゃなくて、本当なんかパパのお友達に撮ってもらって、もプロのカメラマンさんに撮ってもらったから、なんか割とこう自由が効いたというか、それこそなんだろうロケ本当に外で撮ったりとか、なんかこういう写真がいいみたいな全部お願いしてできたから、それは結構大きかったのかなって思って、そうで、あとなんかそのやっぱ印象、それはその書類審査でこう写真を送った時の話なんですけど、その後も結構印象勝負で私はここまで来たなって思ってていや、もちろんあの最終的にこうメンバーにしてくださったのはそのファンの皆さんが投票してくださったからなんですけど、なんかそこまで残った経緯で言ったら多分印象強かったかなみたいな書類審査が受かった、その書類審査が受かったことも結構びっくりなんですけど、ま、分かんないじゃんそれは、結局何が決め手でさ書類が通ったかは自分でも分かんないけど、でもあの写真は結構あったんじゃないかなみたいなのあって、でそれで書類が通ったって次二次審査で面接がねあるんですけど、なんか NGT の一期生オーディションもドラさんもこれは一緒だったんだけど、なんか10人ぐらいがいったみんな部屋に入って、で1人ずつこうなんか前に出てなんか自己アピールみたいに喋ったりとかっていう感じだったんですけど、まず服装は一期生オーディションの時はなんかワンピース着てました。
なんていうの、割とスポーティーなワンピース着てたかもしれない。でもちゃんと足とか、夏だったのね、一期生オーディションの時は半袖だったから、なんか手足がちゃんと出るようなやつ着てたかな。でもあ、多分あのドラの方の二次審査の時の服装は多分みんな見たことあると思うんですけど、あのショールーム審査の時の、あの画像になってたりするから見たことあるかもしれないんですけど、赤いニット着てて、あれは完全にインパクトを残すために着てた。赤い、なんか赤くて、でもなんかニットって結構着ぶくれするじゃないですか。だけどなんか割とこの鎖骨あたりはちゃんと出てて、なんかオフショルにもできるようなくらいの首元割と緩めなニットに、下は何入ってたの、なんか短パン、デニムの短パンかな、書類で送った時と同じやつだったかもしれないけど入ってて、その一期生オーディションの時の二次審査は、あの多分スタイルがちゃんと見えるようにって思ってそれ着てったかもしれないけど、ドラの時は完全にちょっとでも印象残すぞって。でもあんまりさ目立ちすぎてもさ、明らかにさ気合い入れてきたなこいつみたいになるじゃないですか。でもそれは嫌で、だからなんか目立つけどでもそこまでじゃないみたいな、ちょっと落ち着いた赤みたいなニット着てたんですよ。でその服装がどうだったかは、その服装のおかげで審査が通ったかどうかは分からないけど、でも確かにこう目立つように印象に残るようにって思って着てたのは事実だ、ドラさんの時は。でも多分あの服装で通ったわけじゃなくて、そう別の意味で印象に残ったんだろうなって思ってて、それはオーディションで泣いたこと。結構みんな多分その大事なオーディションだから意気込んでいくじゃないですか。でも私本当に心が打たれ弱い人間で、こう人前に立つのがとにかく無理なタイプなんですね。で思い返してみると、一期生オーディションのその面接の時も、ドラさんの候補生オーディションの面接の時も、あ泣いてたなと思って、いやもちろんあれですよ、泣いたら受かるとかそういうことじゃないと思いますけど、でもあの確かに10人中泣いてる人は私しかいなかったなみたいな。その1回の審査の時に10人ずつ部屋に入って、こうなんか自己アピールみたいなのするけど、そういえば泣いてるの私しかいなかったなみたいな。それは確かに印象に残ったことかもしれないかなと思ってて、一期生オーディションの時は多分それが人生で初めての面接だったから普通に緊張して泣いたんだと思うんですけど、ドラさんの時はもちろん緊張もあってってか緊張で泣いたんだろうけど、ドラさんの時はめっちゃ覚えてるのは、なんかその自己アピールで多分1分ぐらい喋れたんですけど、その時に当時は高校1年生で、入学してからまあ半年ぐらい経ったぐらいか、秋ぐらい経ったから10ヶ月ぐらいか経った時だったんですけど、あの私高校入学した時にとにかく友達ができなくて、高校入って友達ができなかったからすごいそれで苦しんでたんですけど、 そのことを話したんです、オーディションで。いや結構やばいやつですよね。なんか私は高校に入学して、でもなかなか友達ができなくて、でもその時も支えてくれたのがなんかホイテートグループでみたいな言った気がする。ホテートグループがきっかけで友達もできたしっていうのは、その今のあのアイニャン推しの友達なんですけど、とかなんか多分そういうことを言った気がする。それを多分泣きながら喋ったんです、ドラさんのオーディションの時は。もうやばいやつじゃないですか今考えたら。友達いないことを泣きながら訴えられたらさ、そりゃ印象にも残るよねみたいな。もちろん泣いたから受かったわけではないと思うけど、でも印象には残ったんじゃないかなって思った。そう、でもその、 あの一期生オーディションの時が人生で初めてのオーディションだったし、人生で初めての面接だったんですよ。なんかその時はまだ中学3年生で、高校の面接、高校の入試の面接とかもなかったから、本当に面接っていうものが初めてで、
一期生オーディションの時はこうとにかくそんな人前に放り出されたことないから人前で喋ろうみたいななかったから普通に緊張して泣いてたと思うんですけど、その一期生オーディションの時ってリエさんとユキリンさんも二次審査の面接にはあのいらっしゃって、多分皆さん知ってると思うんですけど、その実際に面接をしてくださってるんですよ、ユキリンさんとリエさんが。なんかそれを思い出してユキリンさんのこの動画見てたら、あ、そういえば一期生オーディションの二次審査の時ユキリンさんも審査してたなって。でその今回その動画でユキリンさんがこうなんだろう、オーディションにこうしたら受かりやすいんじゃないかとかいろいろ話してる中で、もしかして NGT の一期生もなんかそういう目でなんか審査してたのかな。それも6年前とかの話だから、もちろんその後にユキリンさんがいろんな後輩を見てきてなんかこういう風にした方がいいなって思って今動画にしてるものももちろんあるかもしれないけど、でもベースとしては多分変わってない、そのメンバーを審査する上で変わってないと思うから、こう一期生を選ぶ時もあそういう目で見てたのかなって思ったら、なんかすごいなんかなんていうの、言葉にできない不思議な感じになって、おーそういう風に考えてたのか。なんか実際のさオーディションのさ審査員の方の気持ちなんて分かんないじゃないですか、分からないけど、でもこうその中で一人実際に審査してくださってた方がそうやって喋ってるってことは、こう少しだけこう審査してる方の気持ちをさ知れるというか、だからなんかすごい不思議な気持ちになりました、見てて面白くて。だからユキリンさんってもしかしてその時もそういう気持ちで審査してくれてたのかなとかって思いながら見てて、そうで、あとその最終審査の話で、あの歌の話はすごい結構あのびっくりというか、やっぱ私もてか私はもともと48グループが好きだったし、48グループの曲しか知らなかったから、もう歌唱審査ってなったら48グループの曲しかまず歌えないしその中から実際に歌う曲は選んで、期生オーディションの時は天使の尻尾を歌って、ドラさんの時はミニスカートの妖精を歌ったんですけど、そうユキリンさんの動画ではなんかもうホテトグループの曲じゃない方がいいなんならみたいなことを言ってて、それは結構私的には衝撃でしたね。私の選択肢にはもともとホテトグループの曲しかなかったんですけど、だからなんだろう、ホテトグループの歌を歌ったから受からないってことはないってことは私で証明できてると思うんですけど、そうでもゆきりんさんの考え方としてはそのホテトグループの曲じゃなくてもいいみたいなことを言ってて、でそれでいてそのホテトグループの中でもそうじゃなくてもなんかみんなが知ってる曲の方がいいって言ってて、だってみんなが知らない曲を歌ったところでそれが上手なのか上手じゃないのか、もちろん歌の審査って歌が上手いとか下手とかで審査してるわけじゃないから、そのあこういう表現もできるんだなとか、その表現の部分とか声の質とかなんかそういう部分で判断することももちろんあると思うんですけど、オーディションだから。でも基本としてその曲を知ってないとなんか審査のしようがないっていうのがすごい納得できて、確かに知らない曲歌われてもそれがなんか上手なのか下手なのかその人の声に合ってるのかとかも分かんないし、それはすごいよ確かにって思って、そうで私はそのドラさんの時はミニスカートの妖精を歌ったんですけど、ミニスカートの妖精って、まあ、48グループの曲なんですけど、まあ、公演曲アルバムに入ってたりとか劇場公演で歌われてた曲じゃないですか、もともとだからその審査してくださってる方が48グループの関係者の方とはいえ、その審査してる方が全員この曲を知ってたかって言われたらそうじゃなかったかもしれないなって今更ながらに思って、そういう意味では確かにみんなが知ってる曲を歌うって結構大事だなって。だけどみんなが知ってる曲に寄せすぎちゃうと誰かと被ったりして、その被った中で同じ曲を歌ったら そこで上手下手が比べられちゃうから、曲選びってめっちゃ大事なんだなってその動画で改めて知って、もう私は歌の審査することはないけど、その
フォーティエイトグループに加入するためのそういう歌の審査みたいなのはもう現役なのでないけど、なんかあそういう考え方があるんだなって思って、そう実際私もそのミニスカートの妖精も天使の尻尾も自分の声に合ってたし歌いやすかったから歌ったけど、でそれを審査する側がみんな知ってるかって言われたら、たとえフォーティエイトグループの曲だったとしてもそうじゃないかもしれないって思って、そうすごい分かりやすかったです。でなんか実際1期生オーディションの時を私 HKT さんの控えめ RMU を歌おうとしてた、なんかその天使の尻尾と最終候補で残っててどっちの曲歌うか、でも実際オーディションの最終審査に行ったら日向さんがその日向さんと同じ何オーディション、その10人ずつ入って、そのうちの10人の中に日向さんも行ったんですよね1期生オーディションの時に。で日向さんが控えめ RMU を歌ってて、わっそっちにしなくてよかったっていうのをまさに経験してて、だからその話はすごい納得できたし、そのもし同じ曲歌ってたらそこで被って比べられちゃうとか、それはすごい納得できたし、そうだから多分その中で48グループ歌ってる人の方がほとんどだったんでね、1期生オーディションもドラさんのオーディションもやっぱ48グループの曲歌ってる人がほとんどで、なんかフォーティエイトグループじゃない曲だと何だろう、あの生き物係さんのありがとうとか、あと松田聖子さんの赤いスイートピーとかを歌ってる子はいたかな、なんかだからそういう曲をつまりは言ってるんだなと思って、ゆきりんさんってそのみんなが知ってるけどなんかフォーティエイトグループの曲じゃない、逆にかぶりそうな気もするけどね、なんかあそういうことかっていうのをなんか自分が実感してるからこそすごい入ってきて、その話がめちゃめちゃリアルでした、面白かった。あと何言ってたかな、メイクの話したし服装の話したし、オーディション、ああとなんかゆきりんさんが自分がオーディション受けた時そのなんか待機場所みたいな待合室みたいなところにももしかしたら審査してる人がいるかもしれないって思ってめっちゃ姿勢よくしてたみたいな話をねされてて YouTube で、で実際その審査その待合室みたいなところに審査してる方はいなかったけど、でも普通にマネージャーさんはいて、加入してからマネージャーさんにオーディション中姿勢が良すぎてなんか覚えてたよみたいなこと言われたって動画でおっしゃってて、なんか私はね1期生オーディションの時はちょっと最終の時は記憶1期生オーディションの二次審査の時はなんか私番号が早くって、でもう一番なんか10人ごとでオーディションするんですけど、そのまさに一番最初の組だったんですよ、だから1番から10番の間だったの私1期生オーディションの時はの二次審査の時は。でなんかその時にあと10分後に始めますみたいなこと言われたんですよ最初で、初めてのオーディションだからやばい始まるって思ってめっちゃ気合い入れてたのに、なんかすごい長くて、いや10分後って言ったじゃん、でもその場所に携帯もなんかそこで携帯をいじるほどの余裕もなかったし時計もなかったから、なんか本当に実際10分後に始まったのか、その緊張してたから時間が長く感じただけで実際は本当に10分後から始まったのか、それとも本当にめちゃめちゃ待たされてたのか分かんないんだけどなんかとにかく10分後に始めますって言われたのにめちゃめちゃ長くて、でもその間その携帯いじったりする余裕もないし友達なんていないから喋ることもないし、なんかとにかくもう壁に向かって正面向いてもう緊張マックスみたいな状態だった。その時さすがにその場所に審査員の人がいるみたいな気持ちではいなかったかもしれないけども、そんなことも考えられないぐらい余裕なかった。1期生オーディションの二次審査の時は、で1期生オーディションの最終審査の時はあのなんか最初ダンスの審査があってその後歌の審査があってみたいな、で100人近くいたからあのもちろん待機時間が長いんですよね。で私の前に斜め前がつぐみさんだったんだけど、私の斜め前にのえさんがいて、でのえさんがもう本当にその時は歌の審査もダンスの審査も終わった後だったんですけど、
番号早かったからもう割とすぐ終わったんですよね。それでも待ち時間が長くてもすぐ終わったんですけど、その時に斜め前にいたのえさんが、まあ、その時はのえさんって分かんないじゃないですか。斜め前にいた子がモスを買ってきてもうなんか多分合格発表まであと30分とかそんぐらいの時間だったんですけど、なんかモス食べ始めて、なんか椅子に座ったままマックス踊ってるし、マックスじゃないな、会いたかったの、その時マックスないわ、会いたかった踊ってて椅子に座りながら、え大丈夫この人ってちょっとえオーディション中だよって、まあ、その時からのえさんでした。本当にもうあの時は忘れられないぐらい私の印象になんかもう焼き付いてる、衝撃的すぎて行動がだからその時はオーディション中だよっていうぐらいめちゃめちゃそう、でもなんかそういう子もいたし、そう私はあとね斜め後ろにリカさんがいて、多分この話もめっちゃ有名だと思うんですけど、壁に向かってずっと歌ってたので、私多分その当時から自分が変わらないなって思うのは、なんか人前で練習するのがすごい嫌で、今も嫌で、だから自主練とかも絶対レッスン上ではしたくないし、なんか人前で練習してるとこを見られたくないんですけど、なんかその当時なんかダンス審査、違う、歌の審査前にこうみなちゃんが壁に向かってずっとなんかダンスの練習してたり、そうもう歌の審査なんだけど多分ダンスしようと思っててこうダンスの練習してたり、斜め後ろにリカさんがずっと壁に向かって歌ってたりしてて、あもしもこの会場にこの待機室に審査してる人がいたら、まあ、こういう風に練習してる人の方が受かるのかなってその時は思ってた。まあ実際に受かってるじゃないですか、みなちゃんもリカさんも受かるのかなって思う。でも私はもう本当にその特に友達とかもいない中で練習なんて絶対できないって思ってたから、ただただなんかその場にいたような気がします。だから、まあ、一期生オーディションの時に実際その待機場所にその審査してる人がいたかどうかは分からないけど、でもいたとしたらのえさんはあれで受かるのってなっちゃうから、そう、まあ、でもそういうメンバーもね必要だって思ったから受かってるのかもしれないし、分かんない、本当にだから審査基準って分かんないなって思うけど、そうだからでもそういうなんだろうな、待機室でのなんかなんていうの、待ってる時とかもなんか意識した方がいいんだろうな、どういうことであれ、なんか練習してても練習してないでじっと待ってるにしても、なんだろう、そういうところも見られてるって思っていた方がいいんだなっていうのをすごい感じた気がします。キセオーディションの時はドラさんの時がね、これが全然記憶がなくてですね、いや嘘、にき、あ違う、ドラさんの二次審査はでもそんななんか待合室にいた時間がそんな長くなかったんだよね、割と入ってすぐ審査してすぐその場で合格発表してみたいな、でショールーム審査の説明されてみたいな感じだったから、ドラさんの二次審査はなんかそんなにそこまで意識するほどのところじゃなかったかもしれない。ドラさんの最終審査の時はでもなんかもうドラさんの時はもうあのショールーム審査があって2次の後に最終までの間に、でその時私はラジオ配信してたんですけど、やっぱ顔出ししてる子強くて、それこそチカナとか矢作ちゃんとかめっちゃ強かったし、でだからもう最終審査に行ったら顔出ししてるメンバーの方がなんか知ってるじゃないですか、私はもうさ顔出ししてないからさ、あこんな子もオーディション受けてたんだみたいな感じだったかもしれないけど、最終審査の時はあっあの子なんとかちゃん、ナナコちゃんだ、チカナ
75番だ、ななこちゃんだ、めっちゃ思ってました。ちかなが最終審査の時に隣でダンスの練習してて、もうその時からめっちゃもうあのダンスの審査の前で、フリーレの時はなんかその多分近くにいたんだろうけどあんま覚えてなくて、でもその後もうほんと審査前みたいな待機してる時にすごいずっと隣でもう体は動かないんだけどずっと1,2,3,4,5,6,7 言ってて隣でやばいこの人ガチな人だってちかなのこと思ってたでもやっぱそういう人がなんかあこの人もうそれを見ただけであこの人ってきっとダンスうまいんだろうな、ダンス経験者なんだろうなって思ったし、そうなんかもう本当オーディションそう、あとなんかそうダンスの審査の時はでもそんな感じだったけど、歌の審査の前はなんか別のなんかダンスでもうすでに何人か落とされちゃったんですよ、ドラさんの時は。なんか一期の時はこうみんなとりあえず歌とダンス見て全員分見てって感じだったんですけど、ドラさんの候補生の時はダンス審査で一旦何人か落ちて、そこから進んだ人が歌の審査を受けれるみたいな感じだったんですよ。だからなんかそのダンスの審査が終わった後別の待機室みたいなところに移動してて、歌の審査待ってる時にもうとにかく矢作ちゃんが圧倒的オーラを放ってて、でもなんかもうすごすぎてもう声かけらんないみたいな、すごいもうとにかく圧倒的なオーラを放ってて、もうショールーム審査の時からすごかったから、その一方で私はもう何の本読んでたのかな、なんか本読んでました歌の審査までそんなキャラじゃないのに、でもそれも結局もしかしたらここで審査してる人がいるかもしれないって思ったのかわかんないけど本読んでましたもうなんかとにかく誰も喋りかけないでくれって思ってたのかもしれないけど、そう普段本読まないくせに読んでました。え、なんだったっけな、アイドルの本だったよね。でもアイドルの本っていうのはあのアイドルの人が書いた本じゃなくて雑誌とかでもなくて、あのあ何だったっけな、なんかアイドル、いや名前が全然思い出せない、何だったっけ、全然思い出せないんだけど、なんかアイドルの本、あ、そう、サインもらった本なんて言ってたっけ私、そうそうそう、それを読んでました。なんかアイドルになるためにみたいな本さすがに恥ずかしすぎてブックカバーつけてたけど、何だったっけ、なんて本だったっけな、でもそんな本読んでました。あ、全然48グループとは関係なく、なんかアイドル評論家みたいな方が書いた本なんですけど、それを読んでたような気がします。それか指原さんの逆転力かどっちかを読んでたと思う。そう、なんかほんと歌の審査の時はの前はそれを読んでて、まあ、なんかその時にあの歌の審査は結局歌の審査されるわけだから多分そこまでは見てないと思うけど、そうで、その時にカイリとチカナがこうちょうど隣に座ってて、その間にねナズナちゃんっていう AKB のナズナちゃんがいたんですけど、カイリ、ナズナちゃん、チカナで座ってて、でそのカイリのことは私は知ってたし、ラジオ配信でなんか同じ境遇新潟出身で同い年でラジオ配信だったから会議のことはなんか知ってて顔出ししてなかったけど、番号を見てああの子かってなってて、でチカナのことはもうみんな知ってたじゃない、ショールーム審査で、でどっちも NCT 志望だっていうのは分かってたし、みんな同い年っていうことも分かってて、で私はこうやって本読んでるんだけど、もう正直緊張で全然本読んでない、
もうだからとにかく形だけ本読んでる人みたいな、話しかけないでくれみたいな、緊張するからみたいな感じで。でもそのなんかこっち側にいたの、こっち側の私の斜め後ろぐらいにその帰りとナズナとチカナがいて、あかい、その時帰りって名前わかんないけど、あ仲良くしてるみたいな、私も同い年だしその中に入りたいけどそんな人間ではないって思いながら本読んでたそうか、その時からねもうね、カイリとチカナが喋ってるとこちゃんと見てたんだよ、見てたんだけど行けなかった。すごいそう、でもオーディション割とでも記憶残ってるかも、そう考えると帰省オーディションもドラさんも2時も3時も意外と記憶残ってるかも。そうで結局私は今こうドラさんとして活動してるのは、まあ、ファンの方がその後ドラフト候補生になった後にその私を NGT に指名してくださったから今私がいるんですけど、でもそのドラフト候補生になるまでは結局大人が審査してここまでいるわけだし、あそうだ、あとさっき服装の話したじゃないですか、なんか服装目立つ方がいいのかなって思って、もうあのドラさんの最終オーディションなんて目立つの極みじゃないですか、わかりますか、私のあの服オレンジのニットあんなのもう本当にさ目立つために着てるようなもんじゃないですかまさにそうだったんですけど、なんか私は本当はあの服着るつもりじゃなかったんですよ。あれね、バンダイのね、バンダイの今はもうそのお店じゃないんだけど、バンダイで買ったんですけど、なんかそのオーディションの服は全部家族と決めてて選んでたんですけど、本当にそれ着るつもりじゃなかったの最初なんだけど、もうここまで来たら印象勝負だよって言われてパパとママにそれであれを着ました。しかも下はものすごい柄、なんか絨毯みたいな絨毯みたいなスカート入ってたんですよ、下あのニットの下に。もうインパクトの極みじゃんあんな服なんてオレンジのさ派手派手ニットにさ絨毯みたいなスカート履いてたんですまあその服装がきっかけかどうかは知らないけど、でもとにかく印象勝負してたのはあるかな、まあ、それが受かったきっかけではないと思うけど目立ってはいたなそう、なんか一期生オーディションの時はそんなになんか印象に残るための服っていう感じじゃなかった。割とそのスタイルがよく見える服とかをなんか中心に選んでたけど、ドラさんの候補生オーディションの時はもうとにかく印象に残る服しか着てなかった。一期生間違った、二次審査も最終審査もまあそれがきっかけではないと思うけど受かる、本当にでも気持ちの問題でもそういう意識が大事なんだなっていうのをすごい、まあ、そこまで見られてるかは分からないけど、でもそこまで気を回すこともなんか結局自分がアイドルになった時に大事なのかなって思うし、ゆきりんさんのその動画見てると、まあ、それがすごい関与したかどうかは別として、でもまあそういうところも見てる人もいるかもしれない考えたらやっぱそれはあるなって思いました。そうえだからもう自分には関係ない話ではあるかもしれないけど、もうメンバーになってる以上関係ない話かもしれないけど、なんか見てすごい面白かった。なんか自分を振り返って自分がその受かった理由はわからないけど、メンバーになった今もどうしてあの時自分が受かったか、なんか何が決め手で受かったかは分からないけど、でもこうだったのかなって、なんかこういう風に審査されてたのかなとか、こういう風に思われてたのかなみたいなのはなんとなく分かったから、その動画ですごい面白かったし、なんかそれを知れるってやっぱものすごいチャンスだと思うんですよ、これからオーディションを受ける人にとって。すごいね、今いろんなところでオーディション始まってるからさ、絶対大事だと思うし、
え、なんかさあったよね、ドラさんのさ、なんか最終オーディションから4年ですみたいな、11月11日なんですけどみたいな時にさ、カイリがさ、なんかドラさんオーディションの最終審査でなんて言ったって言ったっけ、なんかもう面白いツイートしてたけど覚えてない、なんつって、もうめっちゃ笑ったんだけど、なんて言ったって言った、なんかめっちゃおもろいツイートしてたよね、なんか歌の審査の後に質問されて、なんかこうやって答えたみたいなツイートしててだからそういう子もわかるわけだからさ、見てるとこがどこなのかって本当にわからないじゃないですか。わかんないけど、でも本当にいろんなところを審査されてるんだなっていうのをすごいそういうことを見て思うよね。え、なんかなんて言ってたっけ、めっちゃおもろいツイートしてたよね、カイリの11月11日のツイート、探してみよう、もうめちゃめちゃおもろかったんだけど、あっそうそう、劇場の本当に意味わかんない、でもそんなこと言ってもわかるんですね面白い、だから本当に何がね審査されてるのか、まあなんかなんだろう、でも面接とかそういうさ、最後楽しいさなと一言喋るみたいな、緊張して当たり前って、なんかそれは分かってるから、いろんな人を審査してきて、その大人たちも分かってるから、正直そういうところってあんま関係ないんだなってなんか思うし、なんかそうやってメンバー自身が発信していくことで、なんか今後オーディションを受けようと思ってる人にとってすごいなんかこう背中を押してくれることじゃないですか、なんかこういう人もいるんだとか、こういう風に受かる人もいるんだとか、こういう風に言ったんだ、もちろんそれが全てつながってその合格したわけじゃないと思うし、なんかまた全然別のことをこう見越して合格したってあるかもしれないけど、でもなんかそういう風に今後こうアイドルになりたいって思ってる人たち、応募したいなって思ってる人たちのきっかけにはなるわけで、その一つ不安材料がなくなる部分にはなるわけで、なんかすごい便利な時代になったなってメンバーがそうやって発信してくれるってすごい便利な時代になったなって思うし、でもそれは逆のことも言えて、この今日から17期生さん、AKB さんの17期生オーディションが始まったんですけど、あのずんちゃんさんがね、あの17期生オーディションこう始まったけど、今後その自分がメンバーになった時にこう足を引っ張ったりするようなことがないように、その今のうちに画像だったりとかこう気になること、今後それは自分のためにもグループのためにもなんかやっておいた方がいいことだよって言ってて、なんかその何でも情報を得られる時代だからこそ、そのオーディションを受けるためのなんかメンバーのそういう発信、今の現役メンバーがどうやってそのオーディションを乗り越えてその場所で今アイドルとして輝いてるのかとか、なんかそういうのが知れることってすごい大事ですよね、本当に。なんだけど、なんかそれが逆にこうそういう、なんて言ったらいいんだろうな、いろんなことが発展してるからこそ、そこが今後自分がメンバーになった時に足を引っ張る部分にもなるかもしれないから、そういうところは気をつけようねっていうのが、なんかあ、時代を感じるなって思いましたなんか便利だけど、逆にそれが自分がメンバーになった時に足を引っ張る材料にもなっちゃうっていうのはすごく分かるなというか、でも本当それって結局なんか何が目的でそのグループに入りたいって思うのかだと思ってて、そう、なんか本当にそこでアイドルとしてやりたいことがあったら、なんか最初からそういうことはしないかもしれないし、本当にそこに入りたいっていう気があったら最初からそういうこと、なんだろう、あったとしても、もうちゃんとリセットした状態でそこに臨むと思うし、そう、だからすごい 何を目的でそのオーディションを受けてるのかをちゃんと分かった上で受けるべきだなっていうのはすごい思う。
そういうことがこう加入前にあったとしても、ちゃんとそこをきれいにリセットしてやっぱ望むべきだと思うし、なんかそれが結局は自分が加入した後に自分も苦しむことになるし、なんかそなんだろう、グループの印象をこう下げたくてやってるわけじゃないと思うけど、でももしも例えばそれを目的でそういう風に加入した人がいたとして、でも結局傷つくのって自分じゃないですか。たとえグループにそのマイナスのイメージを与えられたとしても、結局その後もっと苦しむのは自分なわけだから、自分にとって何もプラスにはならないし、なんかそれだったら最初からなんかどういう目的があってそこにそのオーディションをやりたい受けたいと思うのかを一番大事にするべきなんじゃないかなっていうのはすごく思ってますね。いろんな事情があるんだろうけどいろんな事情があるんだろうけど、私はそう思うかなって、なんかあくまでも私の考え方ではあるけど、なんか私はその1期生オーディションを受けた時はすごいなりたいって思ってたわけじゃなくて、もちろんなんかそういう軽い気持ちで今後オーディションを受ける人もいるだろうし、なんかそのそれこそきっかけって何でもいいと思ってて、だけどなんかその後ドラさん受けたきっかけはもう絶対に NGT に入りたいと思ってたからドラさん受けてたし、なんかそれまで3年ぐらい 2,3 年ぐらい空いたんですけど、その3年間もずっと走行になるためだけに生きてたみたいに言ってもいいぐらい、なんかそれをすごいいつオーディションがあってもいいようにって思って生活してたし、なんかそういう風になんかその一つのオーディションがあったとしても、その一つのオーディションをなんかものすごいそういう気持ちで受ける人と、こうちょっとだけ興味があるから受けてみようっていう人と、いろんな気持ちの人がいると思うけど、でも最終的に受かった時にはみんな同じ気持ちで進まなきゃいけないから、なんかきっかけはそれぞれどんな理由があってなんか受けても、そのみんなにその受ける権利があるからそこは自由だと思うけど、その後のことの自分のことだったりグループのことを考えて受けることはすごい大事なんじゃないかなって、結局受かった時はみんなが同じ方向を向いていかなきゃいけないわけだから、なんかそこまでちゃんと見越した上で受けるべきなんじゃないかなとは思うかな。受けるなんだろうきっかけとか、そのなんだろう望む勢いみたいなのは何でもいいと思うけど、なんか受かった時のことをちゃんと考えた上で受けないと、受かった後苦しむのは自分だと思うなっていうのはすごい思うかな。そう、ただその NGT にまだ後輩がいないので、なんかそういう感覚があんま分かんなくて、なんか他のグループのそういうオーディションが今始まってたりとかして、なんかこれからねまだまだアイドルになりたいって思う人がたくさんこう応募してくるだろうし、なんかそれをただファンとしてすごい楽しみなの。それは自分のグループじゃないから、なんかこれからどういう、だってそっからものすごいアイドルが生まれてくるかもしれないし、なんかそれは普通にただ一人のファンとしてすごいどういう子がそのオーディションで入ってくるのかなってすごい気になるし楽しみだなって思ってて、そう、でもそれがその自分のグループとなったらまた多分違うと思ってて、そう、そのグループに自分のグループになったらやっぱりグループのこと同じグループで活動する身として考えなきゃいけないと思うから、なんかもっと真剣になるじゃないですかそこに対してそう、だからそういう気持ちを持った人に来てほしいなってやっぱり思うだろうし、そう、まだ分かんないんだよね。でも自分のグループにそういう後輩ができたことがないから、そう、セミナー開きましょう田辺先生こんばんはでもすごい思いますね、そういうオーディション関係今いっぱいいるからねでもやっぱそうなだって悲しい、なんか辛い思いするのは自分だし、なんか例えばそれで応援してくれてたファンの方とか、せっかく加入して自分のことを見つけてくれて応援してくれる人がいるのに、なんか
その人たちまで悲しませちゃって、なんかグループもやっぱりいいイメージにはならないと思うし、自分はそれをずっと背負っていかなきゃいけないだろうし、なんか誰もいい思いしないですよね。そうだから、なんかどんな子が入ってくるか普通に楽しみだけど、そこはやっぱり気をつけるべきところなのかなと思ったりする、うん、そう、ななこさんがさ、そうなんだよね、あれ何の時だっけ、ドラの時かな、ドラさんっけね、あのさ、その話なんですけど、私多分ななこさんがあのドラさんのオーディション始まった時かな、なんかフォトログをね更新してて、そのフォトログのスクショね撮っといてたんだけど、私どこに行ったかわからないんだよねでも割とつい最近見たんです、そのななこさんが上げてたフォトログのねスクショをね撮っといてて、それをずっとなんかドラさんのオーディションの期間中見てたような気がして、ただそのスクショがどこへ行ったんだろうみたいな。すごいよすごいよ、2017年10月3日にスクショしたやつ、私の携帯の中で一番上のスクショに貼ったよ、ななこさんのフォトログ、ドラさん会議の締め切りまで残り7日っていうフォトログちゃんと残してた、私の携帯の中のスクショで一番古い画像。そうでもね、ここにもねすごい、そのドラさんはやっぱその他のオーディションとか違ってこう合宿があったりとかするから、そう、そのなんかドラフトの文章で、そのなんだろう、 SNS 関連とかそういう今後グループに入った後のことを言ったのは多分ショールームだよね、なんかその映像も見たような気がするけど、じゃなくてドラのことについて書いたフォトログを残してた。なんで残してたんだ、だってこれさ2017年10月3日って全然まだ加入する前、本当にだから私がドラフトのオーディションを受けた時なんですよね。でも多分あの普通に NGT に加入するチャンスをずっと待ってて、私はドラさんが一番早かったから NGT に加入するきっかけとして、それでドラさんを受けたんだけど、多分ななこさんのこのフォトログのスクショが残ってるっていうことは、このななこさんのフォトログも見てやっぱドラさん受けようって思ったんだと思う。え、すごくないですかそう、指名漏れでも絶対何か得られるものがドラフト会議にはあるので、この文が応募迷ってる女の子の後押しになったらいいなって書いてるんです、ななこさんが。それをスクショ撮ってるってことはそういうことなんだろうなって思う、ね、これななこさんに言ったことないわ多分多分今初めて言ったと思うけど、私がスクショ撮ってたことは記憶に残って、やばい、2017年10月3日だって、恐ろしい。そうそうそう、でも多分ななこさんのこの言葉があったからやっぱドラフト行けようって思ったと思う。だからきっとスクショ残ってるんだろうし、自分がメンバーになった以上は、まあ、今後もしもね後輩ができるってなった時に、なんかこのグループに加入したらこんないいことがあるよとか、加入するためになんかこういう風にした方がいいよって何かきっかけを与えられたらいいですよね自分がこうだったようにね、なんかそういう風になれたらいいなと。なんか私のグループで活動してる上でなんか一つ目標なのは、なんか自分のことを目標だと思って加入してくれる後輩が来てほしいなってずっと思ってるんですよ。なんか自分のことを憧れって思ってくれる人、なんか誰かの憧れになりたいっていうのが一つあって、それはその後自分なんかそこに加入するとかしないとかはまあ別として、
まあ、それで自分のことは憧れの先輩だって言ってくれる後輩が入ってくれたら一番嬉しいけど、でもなんかそれは加入するしないに問わず自分のことは憧れの人だなって思ってもらえるような人になりたいっていうのが一つあって、こうアイドルしてる中で、そうなんかだからそういうきっかけになりたいなっていうふうには思ってるので、なんかもしも今後ね後輩ができるってなった時にはなんかそういう一つこう背中を押せるような、なんか後押しできるようなきっかけになれるようなことができたらなって、それができたら私もその自分の目標が達成できることにつながるだろうし、なんかそれがきっかけでこうもっと NGT を良くしたいなとか、なんか NGT が好きだなって思ってくれる人に入ってきてくれたら嬉しいなって思うし、ね、今日の配信もきっかけになってくれてたら嬉しいですね。この配信を見てる人がオーディション、でもさ、それなんかドラさんじゃないや、 NGT のオーディションがあってなんか NGT のメンバーのショールーム見てみようみたいなわかるけど、普通に別に NGT のオーディションはやってないよねなんかだからあんまりいないかもしれないけど、このショールーム見ててはNGT のオーディションが始まっててこういう話してて、なんかゆうちゃんがショールームでこういう風に言ってくれてたから受けますあるかもしんないけど、そんながら NGT は今やってないんですよこんなことを話したところで、まあでもいつかね始まった時にはなんかそういう風になれたらいいなと思います。でも本当今めっちゃオーディションやってるからね、楽しみです。今逆にどこがやってるの、もうなんか把握しきれないぐらいめっちゃやってません？オーディションなんか結構知らないうちに進んでたりするじゃないですか。なんかね、応募始まりましたとかの時はまだあオーディションやってるんだって思うけどさ、そっからさ1ヶ月ぐらい経ってその後あのその書類の受付期間がまず1ヶ月ぐらいあって、その後二次審査がまた1ヶ月後 で最終審査があってとかって言うと、なんだかんだでなんか 3,4 ヶ月後ぐらいじゃないですか発表されるのって。だからなんか今はたまたま HKT さんと AKB さんがこう書類の応募を始まってるけど、そう17期生は今日から始まりました。ちょうどね今やってるけど、なんか知らない間になんか次々審査が裏で進んでて、あれいつの間にお披露目ですかみたいなあるよねだからもう今どこがオーディション中なのか分かんない、受け付けてるのはなんかなんとなく分かるけど、その後どこが今審査とかしてんのみたいな今裏で何が進んでるのみたいな感じですよね何してるのかなーとか。だから今本当にもうどこがオーディションしてるのか分かんない、なんかドラとかみたいにね経過が分かればいいけど。でもあれですよね、 HKT さんも今回合宿があるみたいな、合宿審査あるって言ってましたね。 STA さんは一緒に今アクターズスクールって入ってる方限定のショールームです、ショールームじゃないオーディションですよね。なんかでもオーディションはやっぱいろんなやり方がもうあるし、ね、だってもうショールーム審査の時点で結構画期的じゃなかったですかそのドラはそのファンの方が選ぶ、ドラさんはファンの方が選ぶってなったからショールーム審査もやっぱ大事だったけど、なんかこうあと STU の2期生とかもファンの方が選びましたよねとかはあるけど、なんか NGT の2期生とかはさもうショールーム審査あったけど、でも結局最終的に選ぶのは大人だったし、なんかねショールーム審査ってそのまだ受かってない子がこう配信したりするってだいぶ画期的だったと。ただその分そこで見つけた子が受かるかどうかっていうのもあっただろうし、なかなかねそのなんだ、でも受ける側としてはなんか私はその2次の時、ドラさんの2次の時は顔出しできなくて
ラジオ配信してたんですけど、なんかでもその時もずっと顔出ししたいって言ってたんです。でも学校の先生に止められてラジオ配信だったんですけど、なんかそのなんで顔出し止められたかっていうと、やっぱ受かるかどうか分かんないから、なんか学校とかでなんかネットパトロールとか、なんか自分の顔写真とか載せるんだったら鍵つけなさいみたいな、ネットパトロールとかやってるぐらいなのに、なんか本当に全世界に顔を晒すなんて受かってないのにっていうことだったんですよ。だから顔出し配信させてもらえなくて、でもやっぱ顔出ししてる子の方が順位は高かったし、ショールーム審査とかは。そうだからすごいやっぱその時はなんか負い目に感じてたというか、顔出しできる、まあ結局はできなくても今メンバーになってるわけなんですけど、それは見つけてくださったファンの方のおかげであって、でもなんかこう受ける側としては受かってなくても、まあ、ラジオ配信でもね、そうやって見に来てくださる方がいて、見つけてくださる方がいて、こうそれがファンの方が、まあ、ドラさんの場合はファンの方がこう審査するだったけど、なんかそこに問わず、なんか最終的に審査するのが大人だったとしても、なんか誰かのために頑張ろうとは思えるかなって思ってて、なんか普通にオーディションを受けるよりも、その顔出ししててもしてなくても、そのまだ受かってない状態でも自分のことを見つけてくれて、メンバーとしても会えるの楽しみにしてるよって言ってくれる、なんか待っててくれてる人がいるから、あ、頑張ろうって思えるし、なんかそこは結構受ける人側の気持ちとしてなんか気持ち変わるかなって思う。それこそさっきも言ったように、なんかオーディションを受けるきっかけとかは何でもよくって、もうこのグループに入りたいって熱望しててオーディション受ける子もいれば、なんかちょっと芸能界に興味があって受けようっていう人もなんかいっぱいいろんなタイプがいると思うけど、でもそういうなんかショールーム審査とかってすごい、正直やってたから受かったとか、やらなかったから落ちたとかもなくて、2期生でもやってない子でも受かってる子はいるし、なんかだからそこが重視されてるわけじゃないんだろうけど、でもなんかやってる側としてはやっぱメンバーとして会えるの待ってるねって、待ってくれてる人がいたら自然と頑張ろうって思えると思うし、そうだからそのオーディションを受けるきっかけが例えばちょっと興味があっただけだったとしても、なんかそうやって応援してくれてる人がいるって分かったら、その時よりも多分もっと頑張ろうって思ってやれると思うし、なんかだからファンの方からしたら自分がそうやって見つけた子が実際にこう受からなかったってなったら、あのあとあの子はアイドルの夢をもう一回なんか諦めずに追いかけてるかなとか、なんかすごいあの子のことを逆に応援してあげない方が良かったのかなとか思うかもしれないけど、そのなんか落ちちゃった子を例えば応援してたとしたら、なんか逆に応援してたことを申し訳ないとかって思うかもしれないから、なんか結構配信そのショールーム審査みたいなのがあったとして、結構きついのってファンの方の方なのかなって思って、なんかメンバー側としてはなんかまあその時はメンバーじゃないんだろうけど、なんか受ける側としてはその顔出す出さないはそのメリットデメリットがあるからあれだけど、なんかやる分にはすごいよりアイドルになりたいっていう思いを強めてくれるし、なんかもうすでに自分のことを応援してくれる人がいるんだって、なんかアイドルになって自分のことを応援してくれる人っているのかなって思うよりも、なんか少しでも自分に自信持てるから、それはきっとまあその後受かる落ちるは関係なく、なんかその子にとってすごい大きい存在だと思うし、その一期生オーディションの時はまだそのショールームなくって、ショールーム審査っていうのがなかったから、ドラさんの時初めてショールーム審査があってすごいこう戸惑ったし、やっぱ顔出しできるできないでだいぶ私は学校の先生とも揉めたので顔出ししたかったとかって思ったけど、顔出ししてなくてもそうやって見つけてくれる人はいるし、現に受かってるし、それ
がきっかけで受かる受からないとかでもない、なんか最終的に大人が決めることだし、なんか今のオーディションは多分トラさんとかは特別だったかもしれないけど、私なんかこう逆に今後 その受かったらこういうアイドルになりたいみたいなのが想像しやすいと思うから、なんかあってよかったなとは思ってるかな。てかドラさんは絶対あったあるべきだったと思うんだけど、そう結局は自分の頑張り次第とかその子が持つ魅力とかが受かるんだろうけど、でもその魅力の中に自信を持ってる持ってない持ってないとかもなんか関係はあるんじゃないかなって思ってて、そこはね一つ自信につなげてくれるから、そのショールーム審査見てくれる人がいるって、そうだし、なんかファンの方もその自分がその審査に関与するわけではないけど、なんかあこの子はすごいこういうアイドルになりそうだなとか、なんかちょっと審査員気分じゃないけどさ、なんかその子がアイドルになったところを想像するのって楽しいじゃないですか。なんか未来ある子をそれこそなんだろう子さんになれるみたいな、なんか別にアイドル側からしたら初期から知ってくれてるとかなんかそんなに関係なくて、結局自分のことを応援してくれてる人がみんな大事だし、なんかいつから応援してくれてるとかはそんなに関係ないんですけど、でもやっぱり初期から応援してくださってる方ってすごい見つけてくれてありがとうって思うし、大事にしたいなって、ずっと自分が卒業するまで見ててほしいなって思うし、なんかファンの方もきっと最初からなんかそんなの成長を見届けられると思うので、ショールーム審査みたいなのってそこで見つければね、 その後支援したりする方もいるんだろうけどなんか思ってたのと違うなみたいなあるんだろうけど、そうなんかだからお互いにとっていいことなんじゃないかなって、その本当に時代によって審査の仕方が変わってるなーって、まあ、根本的なものは変わってないんだろうけど、結局大人が決めるっていう意味では変わってないのかもしれないけど、なんかもしそこで受からなくてもなんか自分のことを応援してくれるっていう、なんか少しでもアイドル気分を味わえるんですよ、そのショールーム審査とかって。だからなんか私が落ちた側の人の気持ちを代弁するのは違うと思うけど、でもなんかそこでこうショールーム審査とかやらなきゃよかったな、もし落ちちゃったとしてやらなきゃよかったなとか、ファンの方がなんかあ応援してたことがプレッシャーになっちゃってたかなとかって思う必要はないんじゃないかなって思うような気はするよね、まあ、実際のことは分からないけど、そう、ね、だからきっと今その HKT さん、 HKT さんでも合宿審査があるって言ってたから、こう分かんないけど、なんか今やってるオーディション全てがねショールーム審査あるとは限らないと思うけど、でもなんか楽しみですよね、どんな子が入るのかなって。今 STU さんも多分今日からだよねショールーム審査始まってるし、なんかそうやって未来ある子たちを探すのは楽しいんじゃないかなって思います。でもそうなるとちょっと逆にショールームって誰でも見れるからこそ、いつでもみんながそっちに流れちゃうと思っていつでもみんながそっちに流れちゃうと思ったらこっちは必死ですけどみんな行かないで、そうやって新しい子ばかり好きにならないでよってなるかもしれないですけどでもなんか普通に一人のファンとして私は楽しみだなって思うし、自分のグループにねそういうのがいつあってもおかしくない状況ではあると思うので、今まさにオーディションラッシュでもあるし、これに続いてポンっていくのかもしれないし、まあ、時期的にもねもう3年もやってないからいつ来ても本当におかしくないなとは思っていて、でもそうなった時にみんなそっちに行かないで、もちろん大事ですよ、これからグループを作っていくメンバーだから、もし NGT にもそういうオーディションがあったとして、これからもって NGT に新しい風を吹かせてくれる子だからもちろん大事だけど、お願いだから教えはしないでっていう気持ちで待ってるかもしれないから
そうだから逆に今は自分のね足場を固めとかないとみんなが離れてかないようにいつ会ってもおかしくないからこそ今がしくってもうみんな足食って掴みまくっとかないとそうみんなどん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 食って新しい方に行っちゃうから、まあそういう私もねそうやっていろんな人から流れてきてくださって今こう私の子にこうやっていてくださるんですけどそうきっとだって多分もともとアイドルが好きで、で例えばそのもともと推してたメンバーが卒業しちゃってとかなんかいろんなきっかけがあってこう私のとこに推し変してきてくださった方もいらっしゃるだろうし、もう本当にアイドルとか全然知らなくって、でもみゆちゃんをきっかけにアイドル好きになりましたっていう方って多分今私を応援してくださってる方の中でもだいぶ少ないと思うんですよね。きっとみんななんだかんだでアイドルを好きになったことはあってっていう方が自分の中にも多いと思ってる。それは自分で自覚してるというか分かってるから、なんかどのアイドルもきっとそうなんだろうなって。本当に本当に自分のことがきっかけで全くアイドルに興味はなかったけどアイドル好きになったよっていう方って多分そんなに多くはないのかなって思うから、だから今後そうやって例えば後輩とかそういう今ねショールーム審査やってたりオーディションとかやってる中で今後その子たちにつくファンの方もきっとそうなんだろうなって、本当に何にも無知で自分をきっかけに好きになってくださる方って多分その子たちもなんかそんなに多くはないんだと思うから、だからなんかそっちに流れていってしまうことはまあ自然なことなのかなと思うけど、でもなんかやっぱりそこは最小限に抑えたい。逆になんか自分のことを好きになってくださったからこそなんかずっと自分のこと好きでいてほしいなって思うし、なんかそれぐらいちゃんとずっと見守っててあげたいなって思わせるようなメンバーでありたいなって思うし、そういや、うん、自然なことだと思っちゃってるよちょっともうだけどなんかそこでいかにそうやって自然なことを止めるかはなんかそのメンバー次第なのかなと思ってて、それだけ魅力ある新人が入ってくるのかもしれないし、逆になんかそこに流さないぐらいのなんか包容力となんか期待させる魅力を自分に持っておかないといけないなって思うだから今は頑張ってその柵を作って、いつわーって流れてもおかしくないからこう今のうちに柵を作って囲っとかないとでもなんかねそれはまあ今 NGT でやってないからあれだけど、なんか同じグループ内でその流れることは別にいいのかなって。なんかもちろん自分から離れていっちゃうことはめちゃめちゃ寂しいし、なんか自分が卒業するまで見守っててよ、卒業してからも応援しててよとかって思うけど、でもそれがなんか自分のグループ内での出来事なんだったらなんだかんだで結局は NGT のことを応援してくれてるわけだから、なんかそこは変わらないじゃないですか。逆にむしろそのグループにとって新しいきっかけを作ってくれる子をこう応援してくれることによってその子がもっと成長してグループにいろんなことをもたらしてくれるかもしれないし、それって大事なことだし、その子が成長するためには結局その応援してくれる人がいないと成長できないと思うから、なんかその同じグループ内でそれが行われることはむしろ大事なことだと思ってて、だからといって流れろとは言ってない、てか今オーディションやってないからそんなことはないと思うけどでも例えばそういうことがあったとしてもそれはなんか必然的というか大事なこと、それが結局グループの成長にもつながることだし、そうだからなんかそこに対してなんだろう、そこまでこう言わない、まあ自分からあ離れていってしまったのかとか思うかもしれないけど、なんかそこまでもうなんかなんだろう、もう怒るほどとかじゃないと思う。まあ別に離れていったからって怒ることもないけど
表現の仕方が難しいよね。難しいけど、でもそういうことなんじゃないかなとは思います。グループ内でのその推し編みたいなのは、なんかそれがグループにとって必要なことなのかもしれないって思うから、なんか多めに見てあげましょうみたいな気持ちかもしれないけどでも今自分のグループでやってないからこそ危険なんですよね。なんだろう、もう去年からシングルをリリースして、もうすぐね7枚目のリリースも控えて、こうやっと NGT がまたこう頑張れてる、またシングルをリリースさせてもらえたりとか、今が私たちにとって頑張りどころであって、なんかそれはそこまでファンの方がこうずっとついてきてくださったからこそ、今やっとこうやってまた7枚目がリリースできるわけで、なんかその大事なタイミングでこう今そのファンの方が別のグループに行っちゃうって考えると、それは結構グループにとって痛いと思ってて、そうだから今はもう必死、もうファンの方も含めて今私たちは頑張る時なんだ、手を取るべきなんだって、もうみんなのこと、みんなの 足捕まえるっていうか、もう手つなごうっていう気持ち今私たちは大事な時なんだから、ちょっと一旦こっちを向いてみたいなちょっとそっちによそ見してないで、今私たちはやっとここまで来たじゃないっていう気持ちそういう気持ちでいるから、それがね、自分のグループでオーディションが始まったら、もうみんな見に行ってあげてって、新しくグループを作っていく子がいるかもしれないからってなるかもしれないけど、別にそれ野放しにしてるわけじゃないですけど、ね、ちゃんとこっちに戻ってくる上でって言ってるかもしれないけど、今はそうではないから、みんなちゃんと NGT のことを好きでいてくれたら嬉しいなと思います。いろんなオーディションが始まってね、ちょっと気になるかもしれないけど、それはみんなさ、なんか結果が出て、あ、これからそのグループを作っていくんだねっていう、ちょっと遠い目で見て応援しているおくのがいいんじゃないかなって思いますなんだろう、なんかよくお母さんとかで、よそはよそ、うちはうちってもちろんその他のグループのそういうのに感化されて刺激を受けることは大事なんだけど、こう今は私たちで、今いるメンバーで頑張るべき、やっぱりその卒業控えてるメンバーもいるし、今は私たちで頑張るべき、とにかくこっちを向いてって思ってるでも私はもう普通に個人的にオーディションやっぱ楽しみだし、なんかどんな子が入るのかなって思うし、そう、でもみんなは今は NGもうすぐねシングルリリースですから、みんなで盛り上げていきましょう NGT を、はい、もう10時になっちゃったじゃん、また2時間も喋っちゃった。なんかあれ、最初さ今日ショールーム やるかなやらないかなみたいなこと言ってたのに、やったらやったで2時間も喋ってるやってよかった今日はね、今日本当はショールームやるかやらないか迷ったのよ。迷った人とは思えないぐらい喋ってたびっくり、本当に喋りすぎちゃったので、そうね、終わりにします。10時も過ぎたし、まだメール1通しか送ってないし、2通しか送ってないしじゃあランキングを読みます。13位はサバサンドさん、ありがとうございます。12位はMSさん、ありがとうございます。11位はラマさん、ありがとうございます。10位はヒーローさん、ありがとうございます。9位は声が村さん、ありがとうございます。8位はホシーさん、ありがとうございます。7位はトシーさん、ありがとうございます。6位はグリーンマンさん、ありがとうございます。あら、変わっちゃったけど大丈夫かな。5位はトシさん、ありがとうございます。4位はグリーンマンさん、ありがとうございます。3位はファントムさん、ありがとうございます。2位はナベチーさん、ありがとうございます。そして1位はタカさん、ありがとうございます。はぁ、2時間コース今日もなんだかんだで2時間コースだった。
ちょっとこのあと急いでメールとインスタを更新しなければ。あとめっちゃ LINE が来てた。私にしては珍しく、珍しい LINE が来てる。返さなきゃ。というわけでありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。